こんにちは、速稼塾の久保です。今回はサラリーマン YouTuber J さんがあの石井さんとつながったということでね、週刊中年ジャンプの読者になったということだと思います。どうですか？いいでしょう。これね、実はね、この週刊中年ジャンプに切り替えることによって、そしてね、ずっと限定公開でしか送ってこなかったこの石井さんに対してね、一般公開してみてくださいっていうふうな提案と、あとはタイトルを週刊中年ジャンプに切り替えたらどうですかってことは、これね、石井さんのためでもあるんですけども、実はね、サラリーマン YouTuber J さんとつながるんじゃないかなという期待を込めてやったんですけども、まんまと私の策にはまってしまいましたね。まあ、ということで、私はいろんなあの YouTuber さんとかね、塾生さんをつなげていくことによって、一人では気づかないことを、いろんな気づきを築き上げていくということですかね。一人では気づかないこととか、あとは同じような境遇で頑張ってる人がいることによって、なんかこうね、刺激を受けて、さらにもう一歩やってみようかなとかね、負けてらんないなとか、あ、お互いに学び合えるなっていうふうなね、同級生みたいな、そんな仲間を作っていただきたいかなと思いまして、この YouTube 部ってやつですね、 YouTube っていうのをね、まあ展開してますけども、おかげさんでいくこさんとかね、山根さんとかね、最近でしたら吉水さんね、そういった方も出てきましたし、 YouTube でいろいろ交流を図っていただいて、まあ綾沢ちゃんも出てきたりね、コーチさんも出てきたりとか、たまに安春ね、シーノキャサラも出てきたりとかね、古株から新しい人までこうぐっちゃんぐっちゃんにねなって、まあ金八先生の最終回みたいな感じですけどね、まあこの YouTube に最終回はありませんけども、サラリーマン YouTuber J さんもその中でね、まあなんかあれですよね、いろいろあったけども、結局スタートしてみて現金化はできてるわけですから、500万満額はいくかどうかわかりませんけどもね、半分くらいは、4割5割ぐらいは達成してると思います。でそれも一つの実績ですよ。要はね、運だろうとなんだろうとたまたまだろうと、結果的に稼げてるかどうかってことが常に問われてますから。きちんとやったけども稼ぎませんでしたっていう人は山ほどいるんですよ。でもよくわかんないけど、なんかたまたまお金になりましたね。結局は現金があるのかないのか、その積み重ねでしかないですからね。うん、で今日一日なんで稼げなかったんだろうとかね、やりようはあったんじゃないかなと。セールスしたけど稼げなかったのか、そもそもセールスしてないのか、商品を新しく作ったのか、今日は作らなかったのか、 YouTube コンテンツを集客のために一つも上げたのか、その一つすら上げなかったのか、これ全てがね、自分の一日一日として問われてますからね。その一日の積み重ねが100日後にどんな自分を作るのか、300日後にどんな自分になったのかってことが全てそこに詰まってます。後回しにしていてですね、いい結果が出ることはないんですよ。今日やったからこそ、やったという一日の次にやった過去を抱えて、その上からの新たな立法になるわけですよね。やらなければ次の日にもう取り返しはつかないですからね。まあそれに尽きるかなと思います。まあ今回は新しいつながりができたなということで、まあ私のね、軽く詰めていた作戦がここでうまくまたいったなと。とにかく YouTube を限定公開ではなく一般公開にすることによって、すでに YouTube を始めた方との関係をね、濃くしていただいたりとか、未だに限定公開でしか送られてこない人に対してのちょっと呼びかけ、問いかけだったりもするんでね、これがだからみんなで協力してやっていくってことなのかなと思います、ね、私が少しずつこうしたらああしたらっていうのが、まあ一つの結果に向かっているということの一つかなと思いますけども、まあでもね、私のアドバイスなどを気にせずに自分の思う通りのことをどんどんやるのが一番です。ぜひね、思いつかないときは私もまたメッセージしますので、どんどん私の方にも動画をお寄せください。それではいってらっしゃい。